さあこんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、ようやくゆたかさんの YouTube でもこの問題を取り上げる時が来ました。なんでこれずっと実は周りのファンから言われていて、ゆたかさんのチャンネルでこの問題に対してちょっとゆたかさんのコメント聞きたいですっていうのがすごいずっと多かったんですよ。多かった、多かったです。俺も見てたけどな、コメント。あ、本当ですか。飛ばないボール、うん、ああ、もう鼻から飛ばないね、今年は。それは言ってましたね。なんか現場の人間に聞くと、はい、いや今年はあんまり飛ばないですよみたいな。そうなんです。これあのまず事の発端はですね、中日の立浪監督が4月11日の取材に対して、はい、7日の日曜日も12球団で6試合やってホームラン1本、どう考えても飛ばないでしょというふうにまずは試験あの自分の意見です、まあまあね、はい、はいはい、を述べられていると。で、豊さんも実際にプロ野球ニュースをされていて、今日のホームランというのが最後にあるじゃないですか。今日のホームラン、そうです、そうですがあるんだけど、はい、今年は毎週火曜日でね、うん、担当してて、だいたい10本前後は平均的に出る、はい、で多い時なんか、うん、20本いっちゃうんじゃないのって、うん、これお前尺計算お前20本いったら大変だぞみたいな、はい、誰か減らさんかなみたいな言ってた時期もあったんだよね、はい、でも今年、あ、今日のホームランはもう、いや今日は4本です、4本しか出てないのみたいな。まあ、確かに週頭だから、はい、いいピッチャーが投げるっていうこともあるけども、はい、まあ、4本というのは少ないなっていう話はずっとしてる、うん、あ、やっぱりそうですよね、うん、湿気ってるかじゃないかって、雨とか多いし雨多いですね最近ね。いやいやいや、ドームはあまり関係ないと思うんですが、まあ、はい、で例えば開幕5カード終了時点での昨シーズンと今シーズンのホームラン、それから三塁打の数の比較なんですが、まずホームラン、去年は98本5カードで出ていたんですが、はい、今年は66本、はい、で逆にスリーベース、三塁打は去年は17本だったんですが、今年27本と増えているということで、例えばホームランは減ってるんですが、ホームラン性の当たりのが全てスリーベースヒットになってるっていうふうにも考えられる。まあまあ、飛ばないっていうのはさ、はい、やってる本人たちが、うん、選手たちが一番分かることで、はい、まあ、そうなってくると、うん、やっぱ外出っていうのは多少前に守るよね、はい、まあ、その分三塁打が増えてるというかさ、うん、まあ、そういうことも考えられるな。ですね。で、もちろん数字もそうなんですけれども、例えば7カード消化して時点では12球団の1試合あたりの平均本塁打数というのが0.42 で、これは2023年のシーズンの 0.73、 2022年の 0.76 と比較すると明らかにやっぱり減少しているというのも数字的にも分かります、はい、で、現場レベルの選手たちもやっぱりちょこちょことコメントをここに来てやっぱり出すことが、この、まあ、まあそうだね、聞かれるよね、はい、飛ばないボールに対するやっぱりそうなんじゃないかというふうな、ね、はい、ことを思ってしまうんですが、まずヤクルトの村上選手が言った発言なんですけれども、はい、率直な感想なんですが、僕も飛ばないと感じています、うん、打感とか打球速度と飛距離がちょっと比例していないなというところがありますというところで、うん、村上選手がこのコメントを言いました。その前にも何名の選手かはインタビューでも飛ばないですというのは言ってたんですね。いや、ちょっと待って、はい、飛ばないとダメなの？飛んだ方がいいの？ホームランバッターとしては、うん、なと思ったあたりが、あれ取られた。いや、まあ、確かに、うん、あいったと、テレビでも大体外すことないんだよね、うん、はい、あいったって思うのが、うん、あれ行かないんだみたいな、風かみたいな、うん、はい、ありますよね、そんなことはあるんだけどね、うん、まあだけど飛ぶ方がいいの、みんな飛ばない方がこれじゃ悪いの。ただやっぱりその守ってる方はその感覚として守り位置も変わってくるし、違和感が感じるという選手もいて、例えば DeNA の牧選手、味方の打球にしても守っていても、あれその打球が定位置なのかというのは何回かありました。で、あと万波選手も外野を守っていて、特にレフトへの打球は、あ、これは行ったかなというのが外野フライということはありますと。ただ口を揃えているのは本当にどうなのかはわからないっていう。なんだよ、あとは調べりゃいいじゃないか、断定できるほどの根拠はないですというのは選手たちは口を揃えて言っていると。あの神宮球場で行くとさ、はい、反発係数みたいな、うん、こっからこのぐらいの幅に入ったらこのボールは使えますよみたいな、はい、そういうなんかこう測りみたいなのがあるのね、うんうんうん、だから落としてみればいいのにな。
あ、そうですよね、実際に。そう、それ本当にどっちなの？反発してこなかったら飛ばないし、はい、反発してるんだったら通常通りって。そうですね。そうだな、まあ、確かに飛ばないなっていうのは感じる、うん、でそれも現場の例えば監督だったりコーチ陣もそれはもう早々にちょっと口にしていたことではあったんですよね。まあ感じてるよね。まあ、まあそうだな、うん、だから、まあ、野球が変わるというかさ、うん、まあ、戦略の立て方っていうのも変わってくるよね、うん、だからホームランに頼ってるチームっていうのは苦しいし、はい、頼らないでも花からつないでいこうというチームは、うん、それはそのラインの野球はやるし。そうです、だけどね、ピッチャーの質もね、いいぞお前。結局それも言われてるんですよね。そう、なかなか中日なんか勝ちパターン入った時なんか打てないよ、まあ、なかなか。そう、で中日ファンが一番モヤモヤしてるんですよ。なんでモヤモヤしてる？飛ばなければ飛ばないで、バッターの例えば細川選手のこれホームランじゃないかっていうのが入らないとか、中田選手の当たりが入らないとかってなってくるし。でピッチャーいいじゃないですか。いいじゃん、打たれないから。もともと打たれなかったから。まあまあ確かに、ね、他のピッチャー陣、チームのピッチャー陣も打たれなくなってきたら、これうちの持ち味がっていうところにも関わってくるし。まあ確かにね、はい、まあただそのやっぱりちゃんとした今年のボールはこれでいきます、うん、あの数値を出してほしいよな。それはもうそういうふうにもやっとするんだったらさ、はい、そうで一応ミスノの候補の方は今年特に変えてないというふうに、品質管理もそういうものを変えてないというふうにおっしゃっていて、ただ面白かったのが、村上選手が飛ばないですねっていうふうに言った次の日の試合ぐらいから一斉にホームランがすごかったんですよ。あ、そう。はい、各地松田だけ確かホームラン出なかったんですけど、他ものすごいホームラン数が出てて、みんなあれしれっと変わっちゃったみたいな、元に戻したのかなみたいな議論も。いや、その時は天気が良かったんだ。え、ドームでもあのカラッとしてた。いや、湿ってたんじゃない。乾燥してたんですかね。いやいや、そのボールももう在庫として置いとくからさ、うん、湿るかもかな。なのか。まあ、水野の公式の方では全然変えてないですよ、去年とっていうことを話してますし、あと阪神の選手に聞いてるインタビューも出ていて、例えば森下選手なんかは、はい、いや今のところそんな風に感じることはありませんね、オープン戦ではあれ伸びないなってことはありましたが、今思えば自分が差し込まれていただけだったので、それよりも投手のレベルが上がってるってことじゃないですかね、というふうに森下選手は。森下はそういうタイプだよね。意に関せずという。そうそんな感じだよ、ね、そう、ね、自分がみたいな、差し込まれる感じじゃないですかみたいな。あとは梅野選手、はい、ボールが飛ぶ飛ばないよりもピッチャー一人一人の質がどんどん高くなってますよ。中日の中継ぎなんか全員150以上の球速出してくる、打席に立っていれば変化球の精度や質も年々高くなってきてるのを感じますね。で一方で佐藤輝明選手は、言われてみればスタンドに入ってほしかったかなっていう当たりはありましたけどね、まあ、でもそれ以上にピッチャーのレベルかなと思いますよ。平均球速も上がっていますし、カード頭で投げてくる人なんかみんなすごいっすよっていう。いやいや、そう、いや俺その通りだと思うよ。サトタルのパワーだとさ、やっぱ申告っていい角度だとスタンドも持っていけるもん。あの飛ぶ飛ばないは別問題として、はい、飛ばなくても持っていけるから、うん、まあ、そんなに感じることはないと思うんだけど、うん、ただギリギリのライナー性とかが入らないとか、ギリギリ入ってたものがあれ入ってないっていうことですか。いや、まあそれはね、半信半疑なんだよ、打ってる方も、うん、いや、いいポイントでいい角度で上がっていってやつは入ってんじゃないの、やっぱりですかね。でもね、圧倒的にホームラン数入ってるんですよね。主砲がね、今年ねホームランが遅れたな、村上が出ないとか、まあ、状態もあるかも分かんないけど、牧、うん、もそうだったな、うん、っていうことは。でロッテの山口もそうだし、はいはい、だいろんな人がホームラン1号打つのが遅れてるわ。確かに。あとここまでセリーグのホームランの本数のナンバーワンって4本なんですよね。ああちょっと少なくないですか。いや少ないよ。ですよね。少ない。って考えるとやっぱりどうしても飛ばないって。いや、そもそもさ、統一でやってるわけだから、はい、まあ、例えばあるチームだけは飛ぶボール使ってて、うん、やたら多いと攻撃の時に、うん、でも守りに入ったらボール変えちゃうみたいな、そういうことじゃないわけでしょ。ないです、ね、統一球でやってるわけだからさ、うん、ダメなのこれ。いや、華やかなのが見たいの。まあ、今年はそうなんです。ちょっとあの手法を変えまして若干飛ばないかもしれませんっていうふうなのを何かこう発表があれば、あ、そっか飛ばないんだ、じゃあそれなりの野球になるねっ
なので多分モヤモヤはすっきりすると思うんですよね、数値出せば。まあ確かにね、うん、あのボールが飛ぶ飛ばないによって再編も変わってくるよ、うん、そうなんですよ、うん、だからそこら辺はやっぱ大きな問題だけど、うん、だから今年はこのボールを統一して使うっていう数値を出せば、はい、何でも科学的になってるからさ、うん、ボールがどのぐらいの反発係数あるかっていうのは簡単に出せるし、そうですよね、だからまあそのぐらいのことはちょっとやってももういいのかなっていう感じはするよね、うん、別に飛ばないから悪いっていうことではないですもんね、飛ぶからいい、でもなんか面白くないなホームランが出ないのはね、一発っていうところで、まあ、それはね醍醐味ですからね、やっぱりなんか野球の今日のホームラン一本です、いやーみたいな、終わったもうスタジオ戻ってきちゃったみたいな、そうでそれじゃちょっとつまんないな、うん、まあホームランってやっぱり野球の花だからな、うん、そうなんです、で、まあ、ある程度出た方がいいしな、そうなんですで、あの一気にね体勢が逆転できるっていうのも、いや確かにそれも魅力だな、そうなんですよ、雰囲気も変えるって、そうでもレイスが打ったホームランなんか、うん、エスコンで打ったんだけど、はい、半端なく飛んでた飛んでました、いやこれ飛ばないボールって言えないぐらい、半端ない、もう球場のファンなんか唖然としてるぐらいの飛距離だったから、うん、あれで気候がガラッと変わって、うん、だからまあそういうガラッと変わるぐらいのホームランって魅力が詰まってるんだよね、うん、そうなんですよね、だからまあ出た方がいいけどもね、うん、出た方がいいけども、でも出すぎるのもどうかと思う、まあ、飛ぶボールでね、それもそれでそうなんですけど、ただやっぱりその飛ぶ飛ばないっていうのがはっきり分かれば、そのチームの勝ち方のその戦術っていうのも変えられますし、いやベンチに入る人間もちょっと変わってくるかも、そうなんです、つまり今年の巨人の阿部監督がやろうとしている野球がよりその飛ばないボールにフィットして正解なのかもっていうふうにもなってくるので、あれだけ巨人なんてなホームランで勝ってたのに、ね、ガラッと方針変えたからな、そうなんですよ、だからああいうふうになってくるのか、うん、阿部監督は何か持ってるのかね、なんか先見の何か思ってるのか、いや情報を持ってるそれまた言うと論争になっちゃうなんだよ、え巨人知ってたのみたいな、カモだから、あカモですね、分からないよ、分からないって、そうですよね、うん、いやなので、いやそれでもねチームのやっぱり戦術って変わってきますし、バッターのじゃあどういう打ち方にしよう今シーズンはとか、でも目標立ててな、ワンちゃん25本ぐらいあったのか、うん、去年ね、今年は40発打ちます、うん、いきなりボールが飛ばないそうそうそうあれってなっちゃいますね、まあまあちょっと目標設定変えないとな、そういけなくもなりますので、なんかそこはね数値でもね出していただけると、なんかまあまあ目安になるからね、うん、そうなんですよ、うん、まあただね、やっぱね、俺はね、一番はね、ピッチャーいいわ、質が上がってね、力があるよ、みんな、うんうん、だから、野手の進化よりもピッチャーの進化の方が早いなですね、あそれ思いました、だからそれに追いついていってないだけかもわからないしね、ただ、去年、一昨年といきなりガラッと変わったので、そこがですよね、徐々に変わっていくならなんですけど、まあ、そうだな、そこでやっぱみんな疑問に思っちゃうって言って、まあ、何も発表されてないのでっていうモヤモヤ感がファンにはあるのかなって、去年と変わってないって、去年と変わってないことは俺はないと思うよね、うん、それは多分現場レベルのね、監督やコーチや選手たちでコメント出してるってことはやっぱ肌感で感じてるんだろうなって、うん、ありますよね、牛の皮の質が落ちたのかな、なんで食べてるものが変わったからのかちょっと粗末な雑草を食い出したから、うん、ちょっと皮質が悪いから飛ばなくなったんですよみたいな、いろいろあるんですかね、いろいろあるかもわからないね、うん、あとはね原材料費の高騰とかね、まあ、まあかいろいろありますから、はい、何かまあね数値でいただけると嬉しいかなと思いますけど、まあ、そうだな、もう飛ばないなら飛ばないで、それでねもちろん対応していくしかないので、私はこういう戦い方って一本はあんまり気にしないっていう、でも変えたり変えないでしてほしくないな、それだけはやっぱ統一はしといてほしいな、そこだけは年間通してもちろんもちろん、そうですよね、はいはい、まあ、飛ぶ飛ばないボール論争ありますけれどもね、これどうなんでしょう、はい、今シーズン最後までずっと皆さんファンの中で SNS で論争になるんですかね、もう質問しょうがないんじゃない、うん、もうねもうボールは決まってるわけだからもうそうなんですよね、別にテニスボール使ってるわけじゃないから今年、うん、そうですよね、確かに、まあ、今年はこういうボールでいくということですね、まあ、そうだな、はい、はい